the thing we noticed about the Japanese skate scene is most of the time they skate at night. The spots are cramped and confined. But out of this struggle to have fun, you get some of the most creative skateboarding you've ever seen. And this is kind of our ode to that trip. Just listen. Okay. For him? Yeah. Okay. 名前は岡田慎です。今42歳、東京出身で、スケートボードを始めたのは、13歳なんで29年スケートボードをやってます。東京はなんかもう基本的にそのストリートで滑れる場所が、昼間滑れる場所がとにかく少なくて、夜のシーンが多かった。こう本当に忍者だよね。日本でスケーターはあんまりいい目では見られてないと思います。日本ではすごいストリートのスケートボードはあんまり馴染みがなくて、で海外ではもうすごいストリートのスケボーの文化ってすごい盛んなんですけど、日本人はてか日本は違って、その周りのことを気にしすぎているのか分からないんですけど、よく怒られたりします。なんだろうな、日本のスケートシーンはまずそのスケートするのが難しい、スケートスポットが少ないし、ストリートスケートがめちゃめちゃハードで、やっぱその日本はやっぱルールもいろんな社会的なルールも結構厳しいし、めっちゃそのなんだろう、制約は大きいけど、その制約の中でこう生まれる独特なスケートボードっていうのがあると思う。だそういうところが日本のスケートシーンというかスケートなんだスタイルの見どころかな。宮城豪、海外から見たらもうすごく日本人独特のスケートボードというか、日本のカルチャーとか環境の中で生まれた。選手は一緒、もうファーキューだけど、うん、多分それをこう表現するなんか方法がやっぱり、うん、ちょっとアメリカより複雑というか。俺はもう道にいたっていうか、なんかこう俺らの世代怒られたけど、そんなにハードに検挙されることはなかったからね。オリンピックとか始まったら、もっと東京オリンピックでスケートボードやりだしたらもっと厳しくなるだろうけど、どっかやっぱ東京だけじゃないし、日本もいろんなとこで滑れるから。 Well, it's getting harder, man. Still not quitting though. Not gonna stop. As long as I can walkTurn this shit off. Your life's out there. Go skate. Thanks for watching. Bye. ブラジルのモデル、ロシアで東京都民の皆様。